この動画を見ている皆さんは COD ヴァンガードよりも終わっているゲームがあることをご存知でしょうか。武器は選べない、リスポーンはめちゃくちゃ、運営がビル・ゲイツの制奴隷。そんなコールオブデューティよりも終わっているゲームがこちらのバトルフィット。はい、ということでやってまいりました。神ゲーだと思って1万円払ったらただの神ゲーだった、こちらのバトルフィールド2042ということで、なんか俺のバトルフィールド2042なんかすげえさ、なんか画質おかしくない、なんかなんか画質おかしいよね、これね、なんかプレイステーション3みたいな感じになってたんだけど、なんだこれ。ちょっとなんか僕のバトルフィールドだけなんか2012年ぐらいから時が進んでないようなグラフィックになっているんですけども、すごいねこのゲーム。どこ行ってんのお前。僕もね、相当久々に起動したんで、もう最後に起動したのいつだろうね。もう多分、12月入ってから1回も起動してないからね。なんか、12月入ってからさ、1回もやってないんですよ、このゲーム。もう発売してからしかやってないんで。まあ、でね、今回なんでバトルフィールド2042なんかをやろうという決断をしたのかと言いますとですね、まあ、ちょっとね、これとんでもない衝撃ニュースが入ってきまして、もうそれを見てね、もう、みたいな感じになって、もうなんか目ん玉とか精子とか飛び出るぐらい本当に衝撃的なニュースがもう入ってきまして、まあ、それが何かっていうとね、こちらのバトルフィールド2042なんとですね、サービス終了っていうのはまあ冗談で、まあ冗談って言ったらまあ本当にそうだけどさ、まあこちらのバトルフィールド2042さん、なんとですね、シーズン1が夏まで延期されました。おめでとう。何、社員全員死んだの？なんかもうそのレベルでなんかおかしいよね。夏までだよ、夏までってなんだよと思って、お前社員全員なんか女性にセクハラしてなんか退職になったか。いやいや、それアクティビション。あ、待って、オリアン、えい、死体チェケン落ち。やっぱりさ、画質おかしいよな俺の PR。 すげえ違和感あるんだけど、何これ、汚ねマジで。いやでもシーズン1がさ夏まで延期するって誰が予想していました？てかさ、なんでそんな延期すんのね。働きたくないの君たちは。まあ、数週間延期しますとかさ、1ヶ月延期しますってのは、まあ、まだわかるんですよ。それはまあよくある話じゃないですか。だけどお前、夏までってなんだよ、お前半年近くなんと。おー、いいぞ、高速、うな、いっぱい出てくるね、いっぱい出てくるね。お前、何してんのお前。何してんのお前。勝つ入れとくわ、勝つ入れとくわ。しのげお前。なんだこいつら、マジで。普通にこのゲームの、なんか、運営も頭もおかしければ、ユーザーも頭もおかしいんですけど、これ大丈夫ですかこのゲームは。まあ、ちょっと、いつか構造しながら、まあ、喋っていこうかなっていうふうに思うんですけども。まあ、なんか、夏まで延期ってさ、お前らさ、消費者センター行った方がいいよ、マジで。本当に。おかしいから、そんな、もう、それが普通だと思っちゃいけないよ。あ、待って、なんか、変なのいる。なんか、あれ、ブレーキ踏んでるけど、あれ、ちょっとブレーキ、あ、ちょ、行く。やっべ、俺、人引いちゃったよ。やっべ、まず先に、息子に電話しなきゃ。あ、行く。あ、こんにちは。いや正直ね、でも俺が甘かったわ、俺が甘かった。まあどういうことかって言ったらさ、まあ僕コールオブデューティーヴァンガードっていう、まあ世界で一番のクソゲーがあるんですけど、まあそのゲームをメインでやっておりまして、まあ、そちらのゲームでもね、まあシーズン1がさ延期されてさ、でシーズン2もまあ2週間ぐらいまた延期されたわけですよ。もうそれで俺なんかもうぶち切れてなんか動画出したりとかしたんですけど、なんかもう夏まで延期するって言われたらもうなんか逆に許せるわ。なんか何の逆かわかんないけど、なんかねもう逆に許せる。なんかもう言葉が出てこない。あ、てかそういえばさ、このゲームって途中でアタッチメント変えるんだっけ。なんか、なんもねえじゃねえかお前。なんもないんだけど。でもこのゲーム発売したばっかの時と比べたらまだ普通にゲーム軽くなってないマシンだからクソゲーなんですけど。このゲームもね、ちょっとなんかもうちょっとさ、こうマップが狭かったりさ、なんかもうちょいゲームね軽くしてくれればやる気出るんですけど。あ、つまんね、やめようかなもうこれ。ちょい、今なんかすごいことなっすよ。もう何でもありすぎるこのゲーム。ちょ、これなんかハマっちゃった。いや、ちょ、やめて、いじめないで。あ、てこれ今思い出したんだけどさ、おい、てめえ、ダイソー、まあ俺忘れてねえからな、お前。俺わざわざさ、この電子ゴムみたいなゲームをさ、俺先行購入してね、遊ぼうと思った俺 EA プレイプロってやつが入ったんですよ。なんか月1000円だか2000円だかするようなやつだったんですけど、それはお前さ、一回俺それ入ってね、やろうと思ったらさ、なんか支払い反映されずに、で、なんか結局2回払うことになってさ、で、2回払った挙句なんか EA プレイプロに入ってるやつだけなんかゲームが遊べないとかクソみたいなバグ起こしやがって、お前。で、結局俺1万円払ったからね、このゲーム買って。ふざけんなよマジで。普通に金返せお前、バカ野郎お前。まあ、それただの詐欺って言うんだよマジで。正直まあそれが許されるんだったらまあ何しても許されるみたいなとこあるような気するけどね。ちょ、なんかドライブデートするわ。ちょ、大丈夫これ。大丈夫。なんかめちゃくちゃ平気な顔してるけど、お前結構やばいことしてるよ。てかお前平気してそうだ。あ、ここで降りんの。ちょ、敵ぶっと。 All my friends are toxic, I'm vicious.
いや、多分バレてない、これは。これは正直バレてないみたいなとこはあるんじゃないんでしょうか。あ、バカだね。ちょっとさ、あれさ、煽りに行こうぜ。あ、ちょっと煽りに行こうぜ、あれ。あれ、煽るわ。ちょっと煽り運転するわ。今流行りのね。うん、やっぱ結構、なんか、煽り、なんかこれ。なんでよ。おー、なんか終わった。金返せ、マジで。